宝物をお届けしたいなと思っております。初めて聞く方多いと思うんですけれども、歌詞に注目しながら、素敵なメロディーにも注目しながら、ぜひ聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。新川音で宝物。
伝わるんだろうと思って、ありがとうというね言葉一つで伝えるのも一つなんですけれども、そこを宝物というこうね思い出だったりこうなんか大切なものというイメージでこう皆さんに伝えれたらなと思って書いた歌詞ですね。そして今日ステージですごく素敵なスカイブルーのね、ニットを着られている吉永たくみさんに、書いていただいた曲です。たくみさんやっほー、ありがとうございます。なんとね、こう作曲をたくみさんがしていただいてにしていただいて、私が歌詞を書いたんですね。もうすごくこうもう2年発売からもう2年ほど経ったんですけれども、やっぱりこうねファーストということもあり、私の大事な一曲ということで、一番目に歌わせていただきました。さあ、それではですね、こうオリジナルの曲ばかりも聴いていただきたいところなんですけれども、先ほどねちょっとリハで聴かれた方もいると思います。知ってる曲、皆さんが知ってる曲を今日はよかったら皆さんと一緒にね、いろんなこう歌ってすごい思いなんか状況とかいろいろ思い出しませんか？なんかあの頃こんな曲聴いてたなとか、なんか落ち込んだ時よくこの曲聴いてたなとか、なんかあると思うんですけど、今日お聴きいただく曲はMISIAさんのナンバーで、これもねMISIAさんのファーストシングル包み込むようにというね、これもファーストですね。そしてこの曲のやっぱり作詞家としてやっぱり聴いてもらいたいところ、なんか私が好きなところはやっぱりこうなんか小さな頃をね思い描く情景だったり、なんかちょっともどかしさ、なんか背伸びをしちゃうちょっとねもどかしさ、10代20代の時ちょっと大人びたようなこうもどかしさだったりとかがすごく好きで、すごくたくさん聴いた曲です。大好きな曲です。そしてもう一曲続けてお届けするのが花水木という曲ですが、これもこう母へのねこう感謝の気持ちを伝える、そして母の日にありがとうという気持ちを伝えるために、花言葉も花水木は私の思いを受け取ってくださいっていう素敵な花言葉があります。なんかそんな気持ちでね、また歌詞も曲も聴いていただけたらいいなと思っております。それでは行ってみましょう。2曲続けてお届けします。包み込むように、花水木。
で続いての曲はね、みんな知ってるよね、花水木という曲をお届けします。よかったら皆さんで合唱しましょう。いえ、皆さん花水木知ってますよね。
包み込むようにという曲と花水木、ね、ちょっとずつこう皆さんの表情もこう、ね、柔らかい感じで歌声もちょっと聞こえてなんかね一緒に歌えた気分ですごく嬉しいです。ありがとうございます。なんかね普段こんなステージがないところで、ね、歌う機会がそしてこんなね5月1日というなんか節目の日にねこう歌わせていただいて本当にこうなんかありがたいなと思って、本当に晴れ待ち、日だまりライブ本当にちょっと今日は曇り空なのが残念ですが、なんかねこう過ごしやすい感じのね気候でだいぶこう季節はどうぞ季節はなんかね梅雨に向けて進んでいってるなと感じているんですけれども、なんかねあ私明日も実は出るんですよ。それあのこちらのステージに出させていただくんですね。で今日はちょっと1回目ということでちょっとバラードを多めにお届けしてきたんですけれども、普段そうですねカバー曲というよりは自分の曲をこうライブで歌うことが多くって、で今日なんかねこうカバー曲歌わせていただいて、なんかやっぱりこうそれぞれの思いが乗ってて、で私も、ね、こう自分で伝えたい思いをこう歌詞とか音楽に乗せて日頃活動をしているんですが、やっぱりこう、ね、私の曲を聴いてこう元気になったりとか、なんか明日も頑張ろうとかこう前向きな気持ちにやっぱりなれるようなライブを日頃から目指してさせていただいております。で1曲目に聴いていただいた方、宝物という曲を聴いていただいたんですけれども、続いての曲はですね私のオリジナル曲また聴いていただきたいと思います。メッセージという曲なんですけれども、こちらももう夢だったりこう目標だったりやっぱりこう前向きにこう未来をこうどんどんねこう見てそれに向かって目指してる姿っていう本当にかっこいいと思っていて、で私自身一度こう歌手の夢を諦めたんですけれども、こうやってまた再度歌を歌うということを選ん で皆さんにその前向きな気持ちだったりなんかそんなねところを重ねながら聴いてもらえたら嬉しいなと思います。それでは聴いていただきます。シンガー音でメッセージ。なりたかったもの全部今でも
しい。ありがとうございます。お届けいたしましたシンガー音でメッセージ聞いていただきました。もうなんかこう30分っていうねこのステージって本当にあっという間でなんかねなんだろ う聞いてほしいこともねたくさんありがとうございます。 あるしなんか言いたいこともねこうなんかたくさん用意 してきたんですけれどもなんか、ね、なんか開放的になってどうでもよくなってきたダメじゃんいやなんか本当にこうやってねこう親身になって聞いていただく方が多くて本当にね嬉しいなと思っております。改めましてシンガー音です。こんにちは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 。ありがとうございます。音ちゃんこんにちは。こうやってねあの歌を歌わせていただく機会って本当にこうありがたくってね、今日皆さん初めての方がほとんどだと思うんですね。普段あの日頃の活動は、シンガー音ホームページとかツイッターインスタグラムなどであの随時更新をしているんですけれどもなんかね今日はちょっとバラード中心でお送りしてなんかちょっとダンスの T シャツ着てるのにちょっとバラードばっかりじゃんって思ってると思うんですけれども実はこの T シャツ私の物販でしてダンスオンザビーチというのが去年の8月に、全国リリースした、CD がありまして今日はね聴いていただきたいなと思ったんですが、ぜひ明日また来られる方に届けれたらあのまた違ったね、楽曲の感じも聴いていただけたらすごく嬉しいなと思って今日はちょっと宝物をメインにファーストシングル宝物をメインにお届けしたんですけれども普段ですね、広島県で活動することが多いんですよね。中心にいろんな全国各地でね活動してるんですけれども、またこうシンガー音のライブとか見てみたいなと思われた方、ぜひぜひチェックしていただいて、そしてなんと今ですね、私1万人チャレンジというのに自分自身でチャレンジ、自分にただチャレンジしてるだけなんですけど。これで1万人の方に歌を聴いてもらおうという1年間の間にね 1万人の方に聴いてもらおうというプロジェクトを進んでおりましてその中のねこう1万人に今日皆さんなっていただけたらなと思うんですけれどももしよかったら拍手お願いできますか。ありがとう。スタッフさんちゃんとカウントしてくださいねはい、すごいアナログなんですけどスタッフカウントなので、ね、地道にカウントダウンもツイッターの方につどつど上げておりますのでぜひねこちらの方もチェックしていただけたらと思います。そして最後の曲はちょっとねバラードばかりだったんですがダンスオンザビーチっていう曲はですね大阪の素晴らしい作曲家さんに書いていただいて天地雅楽っていう天地雅楽と書いて雅楽と読む作曲家さんプレイヤーでもあり作曲家さんなんですけどシンセサイザーニストっていうんですかねなんかもう本当に打ち込み音源なんですがすごくさまざまなこう音色だったりあとヴィンテージもののこう音色を織り交ぜながらこのダンスオンザビーチというね楽曲できております。なんか80年代のディスコミュージックをイメージした楽曲になっているのでなんかねドライブの時とかにすっごくぴったりだと思うんでぜひぜひよかったらダンスオンザビーチも明日聴いてほしいなと思いながらそれでは最後の曲いってみましょう。皆さんも知ってる曲だと思うのでよかったら踊ってほしいなうーふりふりとよかったらねこう手を大きく上げてふりふりとなんかサビのとこら辺で大丈夫なのでよかったらねもう身を任せてください音楽に。最後さあ行ってみましょう。最後の曲 Can't take my eyes off you
それでは皆さん、シンガーオトライブ聴いていただきましてありがとうございました。ありがとう、ありがとう。6階のみんなも屋上ありがとう。テラスさん、ありがとうございます。まあ、最後は皆さんご存知ですよね。 Can't take my eyes off you、 お題は君の瞳に恋してる。さあ、今日の、ね、所属アーティストたちに恋しましょう。T シャツもありますので、明日来られる方ぜひこの T シャツ着て来てくださいね。ありがとうございます。